君は今どこに会いに行くよ夏祭り。みんな一緒に手を挙げて、せーの、はい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 。
か皆さん、ミヤジックですよね。だね。もうすごい、あのお兄さんたち朝8時から待ってくれとけんね。私の起床時間より早いけんね。嬉しいね、もう。さあ、そんなあの今回7回目のこのミヤジック出演なんやけど、私たちグループが変わって新しく博多織姫というグループになりまして、なんと今日新メンバーが入って、このステージがデビューステージなんですよ。もうすごいよねえ。ってことで皆さん、お待ちかねの自己紹介をしたいなと思うので、あのファンの方も初めて見る方もですね、お顔とお名前よかったら覚えて帰ってほしいなと思います。じゃあそれではまずはちょっとアリタンからいきますね。はいはい、博多織姫のアリタンこと白石アリサです。7回目も楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。アリタン。はいはい、新メンバーのつぐちゃんこと立花つぐです。よろしくお願いします。つぐちゃん。はい、新メンバーのまゆちんこと上川まゆです。よろしくお願いします。まゆちん。はい、新メンバーのあーちゃんこと星野亜美です。よろしくお願いします。あーちゃん。はい、もう新メンバーが3人も入って、これでさらにパワーアップした博多織姫、今日から新体制スタートなので、皆さんどうぞ応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それでは次の曲に行きたいと思います。次の曲はね、このもうミヤジック、この暑い日にぴったりの日輪草という曲を披露したいと思います。皆さん、タオル、あ、いいね、タオル、うちは持ってますか。はいはい、後ろのお兄さんお姉さんも見えとるけんね、いいですか。あ、持ってる。はい、次の曲はこのタオル、うちわを一緒にサビの部分で回して、そして一緒に手を振って盛り上がっていきたいと思います。皆さん、盛り上がる準備 OK ですか。イエーイ。いい感じですね。それでは聞いてください。日輪草。さあみんな、一緒にミュージックタオル、ミュージックシュッパーしていきましょう。季節君と一緒に
ただし人でいたいだけ、きっと誰もがそう願っているけど、八百万の心の憎さに苦しめられる毎日さ、僕が生まれてきたこと、奇跡といえば聞こえないけど、それはきっと偶然に過ぎなくて、やっぱり不意なんてないさ。でも例えば君に意地悪をする奴がいるなら、それは君がとっても素敵な人だって教えてる。